すごいもものを見せてもらった3月23日にベルセンターで行われたモントリオール世界選手権の男子フリーはそれが率直な感想だった。SP3 位スタートだったイリア・マリニンは SP のちの会見で少し浮かない表情を見せていた。この大会に来る前の数週間は怪我もあり、一時は欠場することも考えたんですと発言し、でもあまり具体的なことは言いたくありませんと言葉を濁した。 フリーでの4アクセルについて聞かれると、今は体のことが優先なのでやるつもりはない、と答えた。だがそのマリニンが2日後にフリーの最終滑走で表情に立ったとき、彼の表情が刻一刻と変化していく様子がよく見て取れた。アスリートがいわゆる、ゾーン、と呼ばれる集中した状態に入っていくときの眼差しだった。とてつもない点が出る、という予感。 冒頭の4アクセルが綺麗に決まると、歓声が轟いた。続いて4ルッツ、4ループ、4サルコー、後半では4ルッツプラス1オイラー、プラス3フリップ、4プラス3等ループ、これをシークエンスに入る頃には、もはや会場中が拍手と歓声に包まれて音楽が聞こえなかった。スピンコンビネーションで演技を終えると我に返ったかのように、信じられないという表情を見せ。 両手で頭を抱えると糸が切れたかのようにストンと氷の上に倒れた。これはとてつもない点が出るだろう。誰もがそう予想していたが、フリー227.79の点が表示された瞬間、マリニン本人も大きく口を開けて驚きを表現した。かつてネイサン・チェンが保持していたフリーの世界記録の更新である。総合333.76。 まるでこの演技を見せるために彼に最終滑走が回ってきたのかと思わせるようなドラマチックな展開だった。今はショック状態です。ここ何週間かはきちんとトレーニングができなくて、でもこれまで積んできたトレーニングを信じて滑りました。頭の中で何が起きても戦い続けなくては、積み上げてきたトレーニングと筋肉の記憶を信じて頑張らなくてはならないという小さな声がしたんです。